からメイクをします。さんが のんびりします。のんびりメイクをしていきます。同じ鏡使ってる？100均ですよ。まだみんなはお仕事を？まだでも仕事の時間か、みんな。休み？いいね、休み。
かんで。めっちゃいい。なんだ、ディオール？やばい、こっち映してじゃん。別に映しても何もないけど。してるとさ、どうしても無言になっちゃうんですよね。こいつが結構いい役割をしてくれるんですよね。ファンで同じ、え、いいよね、めっちゃ。このファンデーション。これはパッケージが可愛くて買いました。光を抑えて。このスポンジは100均です。もう安くて済むならね。全然なんか変わんない気がしてきて。さっきメール来た。よかった、届いた。
さ書くと全然変わるんだよな。すごい目がめっちゃ充血してるな。なんでこんな目が充血してるんだろう。でもね、朝から充血してたんだよね。久々に早起きしたよ今日。眉毛めっちゃ綺麗に描けた。お花しか追加してよ、ありがとう。まだね、全然完成じゃない。
からこちら、なんかすごいオレンジみたいな、オレンジっぽいやつを使います。もうショールームだと開かないよね。ネイルしてない。つやつや？今日なんかさ、目が白目がないんだけど、白目が赤くなってる。アイシャドウを塗りました。このオレンジが可愛いのよ。変わったかな変わったかな。あ、ショールームが映る。
だんだん一あになってきた。アンプリチュード、これは01番です。なんかすごい4月3月はそんな割と忙しくバタバタしてなかったんだけど、4月はなんかめっちゃレッスンとか舞台のレッスンとか舞台の稽古も入ってくるから、なんかすごい忙しそう。舞台もみんな撮ってくれてんのかな。チケット取りました。やった。新年度だね。確かにだってさ、なんかそういう感覚ないもん、もう学生じゃないから。だからね、キラキラを乗せて。キラキラ分からないかな。
りあえず。もうすぐ完成。すぐ完成するよ。ピューラーまつげを上げる。マスカラちゃん、なんて韓国のやつなんて読むんだろう。これはね、めっちゃね、まつげがグイングイ上がるんですよ。クラス替え、全然いい子いませんでした。クラス替えか、そっか、新学期だからね。クラス替えだよね。いや、でも絶対なんか逆にそっちの方がラッキーだと思っちゃう。新しい友達作れるってことでしょ。いろんな人と関わった方がなんか楽しくない？こっちがマスカラした方、してない方。ポジティブ思考で新しい友達作れるように頑張ります。頑張れ、応援してるぜ。私もいないときあったもん、クラス替え。友達いないときあった。でもなんかいいな、その感覚がちょっと欲しくなってきたわ。
校生活最後なので楽しみたいです。いいじゃん、いいんだよ、いいな、そういうちょっとウキウキワクワクする、日々を過ごしたいな。目がさ、本当に、あ、下についちゃったよ、下についちゃったよ、母感性、母感性です。何分だろう、何分でしょうか。2分、
プロフィール写真より実物の方が可愛いだって。嬉しい。でもそれねすごい言われるんですよね。なんか私写真盛れないんですよね。なんか実物もそんなに実物って感じでもないんだけど、写真が本当に写りが悪すぎて。完成したかな。完成。完成です。TikTok 上げる予定はないです。今のところ。レッスン、この後のレッスンあります。レッスンあって、お仕事あってって感じかな。じゃあ、みんなまたね。メイクに付き合ってくれてありがとう。あ、じゃあ読みます。1位ひろかんぶりさん、2位のぶさん、3位ネオンガイさん、4位カモちゃん、5位ナハフンさん、6位ピアノマンさん、7位ピータさん、8位カッちゃん、9位伊賀の藤丸さん、10位アキラさん、11位ラブイチゴちゃん、12位キャプテンアクアさん、13位ワキピッピさんです。では縮小タイムする。めっちゃレッスン着。今日のレッスン着はこのやつ。
みんなありがとうございました。またね。